ヒーロー源義経、戦と陰謀にまみれた彼の人生に絶望と闇に染まっていたのか、それとも背中を預け合える仲間と出会い輝いた日々だったのか、つわものどもが揺れ回った一瞬、心一つ、今こそ絶望の闇を切り裂く光となれ、レイレイ。誰もが憧れる